笹の葉スげカレックスパキガイナは、カヤツリグサカスゲ属の植物の一つ。洋服が広くて、タガネそうに似るが、こぼは休憩をしている。常緑性の多年生草本。地下の根茎は短く、横に生い、緩やかな株を作る。また地下茎の節は球状に膨らむ。家茎は高さ20から30センチメートルになり、葉は、その高さを超えない。葉は高肥心型で。 幅は10から40ミリメートルにも達し、全体にほとんど毛がない。木部の鞘は、高褐色から赤褐色に色づく。カキは4から5月で、家系の先端から5から15センチメートルの範囲に、節ごとに2から3個のコボが出て、全体で4から6個のコボがつく。コボは、長生のものも側生のものも、ほぼ同型で、その下にあるツとは、仏園法のような形になり、木部は、 鞘状になっているが養心は区別しがたい。より下方には形容があるが、その形はストとほぼ同じである。コボはほぼ休憩で、長さ4から5ミリメートル、基部には長さ1から2センチメートルの柄がある。有刺性だが軸が短縮しているので尾花は、先端というよりは中央に収まっており、目花がその外側を囲むように配置する。尾花部は0.5センチメートル以下で休憩から、 コーラン系。オバナ花ンペンは半透明で先端は鈍く尖っている。メバナは3から8個がオバ花部を囲んでいる。メバナンペンは半透明で先端は鈍く尖っているか、鋭く尖る。下方は透乱型で、メバナンペンより長く、長さ2から2.8ミ、mm、リメートル、幅1.2から1.5ミ、mm、リメートル。表面は滑らかで多数の脈があり。 先端はとても短いくちばしとなって小さく突き出し、その先端の後部は平らに切り落とした形になっている。痩せかは三つに下方に包まれ、長さ1.5ミ、mm、リメートルの楕円型をしている。中東は三つに分かれ、赤紫色で短い。和名は笹のはすげで葉の形による。日本の固有種で本州の近畿地方を異性と四国にのみ知られる。 産地の樹林下や林園に生える。土に鞘があり、各節からコボを複数出し、コボはすべて有志性で、中東は三列するなど、多くの特徴を、タガネソウなどと共有し、タガネソウ節セセクトサイギロスティクテとされている。この類は、スゲ族の中で、最も原始的な群であると考えられている。本種はその葉が幅広くて、高皮神経である点で、 すげ族では特殊であるが、これは同じ節のタガネ草、ケタガネ草とも共通するものである。しかしこれらはそのコボが細長くなっており、本種のそれが休憩になっていることで容易に区別できる。また本種はこれら二種が火力性であるのに対して、上緑性であることからも見分けられる。またこれら二種は補服形をよく伸ばし、まばらに広がった群落を作るのに対して、本種は 根茎があまり伸びないためにあまり広く広がらず、まとまった集団となる。なお、本種のコボは、球形とタガネソウなどがつける細長いコボとは外見が全く異なるが、これはタガネソウではコボの軸が長いのに対して、本種ではそれがごく短くなっているだけで、それ以外の特徴は多分に共通している。野生植物であり、特に利害はない。 近縁で姿も似ているタガネ層は、山野層として栽培されることがあるが、本種については聞かない。なお、星の田は、岡山県限定のスゲ図鑑であるが、その表紙を飾っているのが本種で、この手の本では、数種を組み合わせて表紙を賑わせる例が多い中、この書は、本種の線図単独で、表紙を飾っている。さらに見開きも、本種の線図となっており、本種が、 いかにも愛されているものと思われる。環境省のレッドデータブックには取り上げられていない。県別では、高知県で絶滅危惧愛類に指定されている。ありがとうございます。